はい、こんにちは、こうです。今日もおしゃべりしていきましょう。今日飲むのがこちら、三ツ矢サイダーのアセロラシ。いつも夏というか暖かい時期になるとね、これ絶対出るよね。ただね、これ酸っぱくてうまいんだけどね、カロリーめちゃめちゃ高いね。まあ、みんな飲む際は気をつけてください。今日いただきます。買った、乾杯。ああ、うまいね。酸っぱくてうまい。さて、今日ね、何話そうかっていうと、まあタイトル見てもらったら分かる通りね、皆さん見てますか？半沢直樹。面白いね。本当に面白い。なんかドラマの内容がどうこうっていうのも、まあもちろん面白いんだけど、やっぱりね、演技だよね。脚本というか、役者さんというか、うん。本当に面白いなっていうふうに思って、僕も毎週楽しみにして見てるんですけど、まあでもね、この前ネットニュースにもなってましたけど、1作目が出て、今回2作目ですけど、あれ7年ぶりですよ。すごいよね。7年経ってもまだ視聴率が 25% とか、そこら辺を維持できるってすごいよね。7年前って言ったらだって、11の子だったら大学生ですよ、もう。そう考えると怖くない？ 12 歳の子は19歳ってことでしょ？やばいよね。いやーすごいなと思って、僕もね今非常に楽しみにして見てるんだけど、面白いよ。確かに非常に面白いし、まあね、別にただあれはなんてノンフィクションじゃないじゃないですか。あくまでフィクションとしての話としてはすごい面白いと思う。あんな銀行員もいないし、あんなバカな会社の社長っていうのもいないだろうし、まあありえないけど、まあ面白いなっていう感じだよね。もう本当に漫画とかを見てる感じの気分。うん。で、今回ね、話したいのがね、演技力。話題になってますよね。毎週のごとくさ、ツイッターとかでさ、香川さんの演技がすごいとか、ね、つい最近だったら、今これ撮ってるの8月の、これ今撮ってるの9月の1日なんですけど、8月30日に、が一番最近の放送だったんだけど、ね、大臣のね、白井明子さん？白井さんかな？忘れたけど、あの人の演技がすごいとかね、いろんな演技がすごいすごいっていうの出てるんだけど、あれは演技力なのかなっていうのはね、僕すごい思うんだよね。演技力ってそもそも何っていう感じがすごいしてて、なんでそんなこと言うかと思うとね、つい先日ね、上戸彩さん、半沢直樹の奥さんの役で今出てるんだけど、まあ、その人だけが言ったら、演技が下手だみたいなコメントがね、ブワーッと並んでるのよ。演技下手なのかな、あれ。俺全然そこら辺が分かんないんだけど、見て楽しいか楽しくないかだけで僕は判断できないけど、あれって演技が下手になっちゃうのかなと思ってさ、僕からしたら逆に香川さんとか、伊佐山部長やってた人、猿之助さんだっけ、うん、あの人も別に僕演技が上手いかと言われたら演技が上手いとは俺は思わないんだけどね。分かんないけど、過剰な顔芸っていうのかな。あれはすごいなと思うけど、本当芸人さんだよね、もうあそこまで行くと。顔芸がすごいなって感じで、あれが演技力なのかって言われると、んー、そうなのかなっていう感じがする。俺はよくわかんないなって感じ。みんな、まあみんなね、好きなドラマだからこそね、いろんな思いとかっていうのが出てくると思うし、まあこんなね、下手な、名もないドラマとかだったらさ、そんなこんな議論の対象にもならないじゃない。だから半沢直樹っていうのはやっぱそれだけすごいなっていうふうに思うし、まあね、面白いなって思うんだけど、演技力の批評ってする人が結構いて、なんかすごいなと思って、みんなそんな演技のこと分かるんだって思って、俺すごいそこかで笑っちゃったんだよね。すごいなと思って。まあでもね、いろんなことを考え、抜きにして単純には、面白いな、見たいなって思われるドラマっていうのはすごいよね。これだけネットとか発達してさ、ね、わざわざテレビ見ようっていうのが、昔と比べたら減ったじゃない。それでもやっぱりね、僕も日曜日の8時55分くらいからテレビの前に座って見てるから、やっぱり本当に面白いものっていうのは、やっぱ人を引きつける力っていうのはあるし、視聴率とかっていうのはだって測るべきじゃないとかっていうけど、やっぱりそれはただの人間の考えなんだなって思うよね。面白いものはやっぱりみんな見るんだなっていうのをね、最近すごい思います。半沢直樹ね、どうなるんだろうね、本当に。あれ、結局全何話なんだろうね。そこがすごいね、知りたいんだよね。残りあと何話で、今7話ぐらいまでやったのかな。残りあと何話あるんだろうっていうのをね、9月いっぱいまでやるってくれたら嬉しいけどね。まあ、でも9月の第2週ぐらいで終わっちゃうのかな。なんかそんな感じがするよね、見てると。非常に僕は半沢直樹面白いんですけど、まあ、
演技力っていうのはよくわかんないねっていう、まあ、よくそんな取り留めのない話です。皆さんはどう思いますか？半沢直樹楽しんでますか？ぜひまだ見てないっていう人はね、ぜひ見てみてください。面白いですよ。でも見るんだったら絶対第1期から見た方がいいから、いろんなアプリとかで多分今見れるでしょうから、そういうの見てみたらいいんじゃないでしょうか。本当に面白いです。乾杯。まあそんなところかな。じゃあね、今日はこんなとこです。この話がね、なんか面白いなとかね、何言ってんだこいつと思ってくれたらね、高評価、低評価やチャンネル登録お願いします。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。